始まる。高安九州です。お願いします。いや、小沢さん元気ですか？元気ですよ。タモリさんも元気ですか？元気です。やっぱ元気にいかないといけないですね。今日はある企画をしようかなと思いまして、企画というか検証ですね。幹部の部屋に説明に行くときあるじゃないですか。その時にこう幹部が、あ、ちょっとあの資料持ってきてっていうときあるじゃないですか。で、せっかくこう幹部の部屋まで来たのに自分の部屋までこう資料を取りに行かないといけないときがあるじゃないですか。だいたい若手が走らされるんですよね、そういうときには。でも今は結構もうデジタル化が進んでますし、もうパソコンでほとんどこう取り込んであるので、パッと出せる状態であるんですけど、少し前まではやっぱり紙文化がやっぱ根強かったですからね。今はそんなことないですけどね。あれですね、ちょっとこう幹部のこう裁量で、あれちょっと遅くないかとか、あれちょっと早いねとか、やっぱ幹部の裁量で早いとか遅いとかこう言われてるところあったと思うんですよ。じゃあ今日の検証はですね、農水省の端から端まで何秒かかるのか。これが分かっていれば、もうこうなんというか、こう仕事の何ですかね、こう逆算ができる、こうどれぐらいかかるのかっていうのが分かりますからね。だから幹部にこうちょっと遅いなとかもう言わせないわけですよ。端から端までどれぐらいかかるんで、もう早いも遅いもないと思いますよみたいなこと言えると思うんですよね。農水省はですね、大きくこう3つの建物に分かれておりまして、こうつながってるんですよね。本館がありまして、で北別館があって、南別館というこうコの字みたいになってるんですよ。でこのコの字の今僕北別館の一番端っこにいます。で8階です。農水省の最上階8階の一番端っこの北別館にいます。こことかも見てください。もうこう行き止まり、これもう本当に農水省の今端っこにいます。で資料をどこにあるかというと、1階の南別館にあります。もう本当の端っこですよ。もう8階北別館から1階の南別館ですからね。高さ的にもこうね、横の距離的にももう端っこと端っこということで、ここから資料取りに来ると。じゃあここが幹部の部屋というシチュエーションにしましょう。で資料取ってきてって言われて、1階の南別館まで降りて資料を取って、でここに上がってくると。で1階南別館の職員にもう資料は預けてますからね、それ取りに行くっていうことで、じゃあ果たして何秒かかるのかというのをやっていきたいと思います。ルールとかは説明しなくて。そうですね、走っちゃダメですよね。もう普通に危ないので、小学生の時にもこう廊下を走るなと言われてきたと思うんですけどね。もう大人も一緒ですよ。危ないからですよ。人とぶつかって危ないので、こう走らないと。早歩きは OK にしましょう。しっかりこう安全を確保した上で早歩き、これは OK。 あと息上がったらダメにしましょう。息上がったら、だって息上がったらこうせっかく資料を取りに行っても説明ができないじゃないですか。そういうことか。でこう息を上がらずにこう説明ができれば OK ということにしましょう。頑張ってください。僕も結構負担そうです。タモリさんの負担もかなり大きいかもしれないです。頑張りましょう。じゃあ小沢局長、お疲れ様です。お疲れ様です。白石君、はい、ちょっと資料忘れちゃったんだけど、はい、あの資料さ、机の上にあるから取ってきて。 OK です。階段無理ですね。
そのね。よっしゃ、ありがとう。ここでちょっと息を、ね、ここととね魚の日の制定についてという資料ですね。これ水産庁から借りてきました。今水産庁が頑張ってるところですね。持ってきました、はい、はい。魚の日の制定についてです。恵まれた海洋環境を有する我が国ではですね、多種多様な魚が捕獲され、地域ごとに魚食文化が根付いております。しかし世界では食用魚介類の消費量が増加している一方で、日本人の消費量は減少し続けているという状況です。こういった状況を踏まえて水産物の消費拡大に向けた取り組みを官民共同で推進するため、水産庁では魚の日を制定しました。この日をきっかけに魚食の魅力について知っていただければ幸いだと思う一方でですね、水産物はですね、適切な資源管理をすれば自然な食物連鎖の中で循環できるというサステナブルな産業であるというところにも注目いただきたく思います。適切な資源管理のためにはですね、タック、トータルアラーボーキャッチを制定しておりますし、魚を食べること、SDGs 達成、程度に向けた消費行動であると、魚を食べることは SDGs 達成に向けた消費行動であるということについて知っていただきたいと考えております。はい。はい。今の時間がですね、戻ってきたタイムが6分。はい、6分17秒か。6分17秒ってどうですか。遅いなってなりました。ちょっとかかるかな。いやそう、ちょっと長かった。もう足パンパンですよ。超速いですよこれ。言って本当に走ってないですからね僕。じゃあ今のはちょっと息上がってました。セーフ。まあそれはその上司が判断するところですね。あ、なるほど。はい。まあ逆にいいんじゃないですかね。あの頑張って取ってきたんだなっていう感じが出て、趣旨変わってる。まあでも本当に、はい、この動画、企画ではあるんですけど、やっぱこれが一番大事ですからね。はい、魚の日の制定について今水産業がこう頑張っているという、はい、これ魚の日は毎月3日から7日が魚の日と制定しておりますので、うん、じゃあ小沢さんいきますか。これ全員やるんです。もう僕フリーじゃん。確かに。確かに。じゃあ小沢さんいきましょう。はい、小沢くん、はい、魚の日の資料を持ってきてくんない？はい、わかりました。ありがとうございます。頑張って。はい、行ってきます。はい、ありがとう。すいません、資料を持ってきました。はい。恵まれた海洋環境を有する我が国では、多種多様な魚が適切な資源管理のためにタック、トータルアローブルアローボキャッチアローブキャッチを制定している。魚を食べること、 SDGs 達成に向けた消費行動であることについて知っていただきたいと考えています。ありがとう。タイムは8分。8分ですよ。あれさっき知らせたの何でしたっけ。6分台でしたね。嘘。6分。はい、ちょっとあの資料を取ってきてくれない。わかりました。お、早速。いや僕ちょっと秘策あるんですよ。しかもなんかすぐ来た。皆さん、
くの字型を言ってますけど、はい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 、ちょっと秘策があるんです。秘策とは、さあここからどうやっていくのか、どうやっていくのか、タモリは。あ、ここで一旦出る。お疲れ様です。お疲れ様です。一旦出る。なるほど、この字の形をそう、これいいのかな。いや、まあ別に外出るなって言われてないし、なんか余裕だなぁ、タモリさん。恵まれた海洋環境を有する我が国では多種多様な魚が漁獲され、地域ごとに孤島について知っていただきたいと考えています。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。5分半ぐらいじゃないですか。ただいまのタイム、はい、9分。え、マジっすか。本当に本当だ。なんで。では検証結果、農水省の端から端までは最大6分16秒かかりますので、資料を取りに行ってくださいと言って6分16秒以上かかったら、あれちょっとなんか途中であったのかなと心配してもいいんじゃないかなと思います。まあまあペーパーレスがこれからどんどん進んでいって便利な世の中になっていきますので、まあこういった検証も、はい、もう意味がなくなってるかもしれないですけどね。まあそれはいいことなのかもしれないですけどね。はい、じゃあこれからも、はい、農水省で仕事を頑張っていきましょうか。行きましょう。はい、じゃあ今後もよろしくお願いします。ありがとうございました。